2007年7月 Google Dolls ググはアメリカ合衆国のロックバンド。1986年ニューヨーク州バッファローで結成。1987年にセリフタイトルのアルバムでデビュー。その後、バンドはヘビーメタルレーベルのメタルブレードと契約し、アルバムジェット、ホールド・ミー・アップを相次いでリリースした。1993年の4枚目のアルバムスーパースター・カーウッシュから、 ワーナーブラザースレコードによるメジャー流通となる。1995年にはマイクマリニンが加入して現在のラインアップとなる。インディーズ時代から知る人ぞ知る実力派バンドとして人気を獲得していたことからアメリカで最も有名な無名バンドのコピーが付けられていたが1995年リリースのアルバムボーイネームドグーグルという名の少年から シングルカットされたネームのヒットでブレイクを果たした。1998年にはアイリスが映画シティオブエンジルの主題歌に起用されヒット。ビルボードホット100エアプレイでは通算18週1位の史上最長記録を樹立したがシングル版が発売されていないことから途中までビルボードホット100チャートのランクイン対象とはならなかった。2006年に結成20周年を迎え、 現在も精力的に活動を続けているサマーソニック2007に出演。また2007年には映画トランスフォーマーにおいて劇中の主人公をイメージした挿入曲 Before It's Too Late を手掛ける。ありがとうございます。